日本の F3 戦闘機開発に新しい動きがあったようです。ロンドン日本部を設立することで調整しているということです。今回はロンドン本部設立によって加速する次期戦闘機開発について見ていきましょう。産油国サウジアラビアが参加を猛烈にアピールしている中、スウェーデンが参加という情報もあるようですよ。F35 戦闘機の開発のようになってきているように感じますが、果たして戦闘機の開発に意味があるのか、今後が見えてきません。新進 X2 戦闘機で、ドローンを AI 操作する方がいいのではという気がするので、新進の量産化を検討する時ではないかという意見もあるようです。日本が、イギリスとイタリアとの3カ国で、次世代戦闘機の開発を進めると公表したのは、2022年12月初旬でした。その後2023年9月末までで、およそ10ヶ月経過しようとしています。もともと、イギリスとイタリア、スウェーデンを加えた3カ国で、テンペスト計画と呼んでいた次世代戦闘機開発計画を推進していた経緯がありました。実は、日本のそちらへの参画を促していた経緯もあったのです。しかし、前述のような状況が報じられていた当時、日本の次世代戦闘機開発の本命は、従来通り、アメリカと同国企業との共同開発と考えられていましたから、テンペスト計画へ日本が合流するということは、あくまでも、一つの可能性という見方が大半でした。実際、次世代戦闘機開発は、日本が主導権を発揮していっていくと唱えられていたものの、純然たる国産化で実現できない現実を見据えて、アメリカのロッキード・マーチン社を技術支援先企業とする方向が有力視されていたのです。日本の次世代戦闘機は、F2 戦闘機の後継機と位置づけられていて、これは、空自が運用している日米共同開発によって生み出された機体です。これは、2035年に退役開始が予定されているので、それまでの配備がマスト条件となっていました。アメリカ側は、日本の希望する次世代戦闘機配備期間を考慮し、ロッキード・マーチン社が手掛けた F22 ラプターと F35 ライトニング2という2機の第5世代戦闘機の折衷案を提示したと言われています。しかし、どちらにしても、アメリカ側の提案は、現行の第5世代戦闘機の延長線上にあるわけですから、日本側は難色を示しました。可能ならば、アメリカが開発中のいわゆる第6世代戦闘機 NGAD、ニュージェネレーションエアドミナンスの機能を求めていたのです。航空自衛隊で運用中の F2 戦闘機はおよそ90機で、その代替機となる次世代戦闘機の収益の時期は、前述の通り、2035年を目標としていたのですが、この時期は、アメリカの NGAD とは、大きな隔たりがありました。アメリカの NGAD は、テスト飛行をすでに終えていると、当時の空軍次官補がコメントしたこともありましたが、現状での実戦配備は、早くても2040年代ではないかと推測されています。日本の予定より遅いですね。そのため、アメリカ側としては、F2 戦闘機を同数で代替すると仮定した場合、およそ90機程度の生産数しかない日本の次世代戦闘機開発に、NGAD を関与させるメリットは薄いと判断したと思われます。そもそも、アメリカから見た場合、日本の次世代戦闘機の使用は、現行の第5世代戦闘機のアップデートで対応可能な範囲に止まり、NGAD が目指している第6世代戦闘機とは噛み合わない部分があったとも言われているのです。いずれにしても、日本とアメリカは、日本が必要な次世代戦闘機の使用、要件、性能について、従来のような共同開発に、互いにメリットが見出せないことが明白となったため、日本は、別の選択肢を余儀なくされたというわけです。そこで浮上したのが、イギリスと傘下の BAE システムズ社で進められてきたテンペスト計画への合流でした。イギリスも、現行の空軍の主力戦闘機ユーロファイタータイフーンの代替機を2035年から実戦配備する計画だったのです。次世代戦闘機の収益時期が2035年というこうした一致が日本とイギリスとを急速に結びつけるポイントとなったことは容易に想像できますね。
つまり、スケジュールを中心とした共通点から、相互にメリットが生じた結果なのでしょう。また、日本とイギリスとは、立地においても、共通点が少なからずあります。両国とも、島国で、四方を海に囲まれているので、次世代戦闘機は、仮想敵国の艦艇の接近阻止を目的とし、対艦兵装の充実を図りたいという点も一致していました。ただし、現状の航空戦力を見た場合、日本とイギリスでは、少し事情が異なっています。日本は、いわゆる第5世代機の F35 ライトニング 2A 型を、現時点で105機程度調達し、主力として運用する方向に動いています。対して、イギリスは、F35 ライトニング2の A 型の調達はせず、あくまでも、現行の主力戦闘機は第4世代機のユーロファイタータイフーンなので、戦闘機の近代化を進める必要度は日本よりも高いと思われるのです。ユーロファイタータイフーン派、イギリス、ドイツ、イタリア、スペインのヨーロッパの4カ国が共同開発した機体ですが、イギリスは160機、イタリアも96機を調達していて、空軍の主力戦闘機になっています。ちなみに、イギリスは、F35 ライトニングには、クイーン・エリザベス級航空母艦の艦載機として、B 型のみを、予算上48機調達している最中で、日本のように、A 型の調達はしていません。イタリアの場合、空軍が、A 型を60機、B 型を15機、海軍は、B 型を15機調達する計画ですが、予算が許せ、バビー型の調達数を、空軍40機、海軍62機まで引き上げる可能性もあるそうですから、そうなったら、日本以上の保有数になる可能性が出てきます。このように俯瞰してみると、国の経済的規模を考えると、失礼ながら、イタリアは、ユーロファイタータイフーン、F35 ライトニングにともに、割と多くの数を調達、配備しようと考えているように感じられます。逆に、イギリスは、いわゆる第5世代戦闘機として、F35 ライトニング 2A 型を調達する予定がないので、今後の航空戦力強化を考慮すると、日本とイタリアとの GCAP での有人機開発に重点を置いていることは間違いないと思われます。テンペスト計画発足時点では、イギリスとイタリアに加えてスウェーデンも加わっていましたが、スウェーデンは、この計画で生み出される戦闘機を調達することまでは決めてはいなくて、開発を通して得られる技術習得を最大目標にしていたと見られています。しかし、スウェーデンは、2022年2月に正式したロシア・ウクライナ戦争の余波で、NATO への加盟を申請する状況に追い込まれました。トルコの反対で遅延はしましたが、加盟の合意は大筋で得ていますから、間もなく実現する模様です。この動きと並行して、スウェーデンが GCAP にも正式に参画する可能性が示唆されていますが、今のところ目立った動きは報じられてはいません。2023年8月には新しい動きがあったようです。中東のサウジアラビアが GCAP に参画を希望していると報道されたのです。これには日本が難色を示していると見られているようです。イギリスとイタリアは、日本とは異なり、莫大な資金力を持つサウジアラビアの参画を前向きに捉えているという情報もありましたが、イタリア側で GCAP の主管企業であるレオナルド社は、こうした見方を否定しているそうです。このため、現時点では GCAP へのサウジアラビアの参画も不透明です。試験ですが、オイルダラーを背景にする金持ち国には、完成品を購入してもらう程度の関与に止めてもらいたいと感じます。サウジアラビアは中東の大国ですから、影響力も大きいですからね。
防衛装備庁が将来の電子戦に向けて、実はスタンドオフ電子戦機の開発を2023年8月から開始していた。今回は固定翼の C2 輸送機をベースに開発する次世代電子戦機を詳しく見ていきましょう。敵の通信を妨害し、レーダー施設を無効にすることで、航空任務を支える電子戦機が、岐阜基地への配備が計画されています。輸出の計画もあるものの、公明党からは、強い反対の声が上がっています。2023年8月から、防衛装備庁では、将来の電子戦において有効的なスタンドオフ電子戦機というものの開発に着手していた。このスタンドオフ電子戦機とは、妨害対象の脅威の対処可能とされる地域の圏外から強力な電波を発信することによる敵電波の妨害、かつレーダー施設などを無力化することによって自衛隊の航空作戦の遂行を有利にする航空機のことである。現在の航空自衛隊では電子戦訓練用として中型輸送機 DC-1 やターボプロップの YS-11EA といった輸送機をベースにした電子戦機を運用している。これらの電子戦機の機体には、突出したアンテナフェアリングが複数個装着されていて、DC-1 の場合は、機種にも装着されている姿から、ファンの間では、カモノハシ君と呼ばれているようだ。現時点で、電子戦機は、埼玉県の入間基地を拠点として運用されているが、訓練用でさえも、その任務の秘匿性が極めて高く、装備や任務に関しては一切公表されていません。そもそも、電子戦機とは、現代の電子戦を重視して設計、装備された航空機のことを指し、その開発には、高度な電子情報技術の集積が必要となるため、先進国の中でも一部しか保有していない状況だ。それらの国の中でも、やはり、アメリカが、その開発と配備において非常に充実しており、その理由としては、軍事用電子機器の大半がアメリカ製であることが挙げられていて、自国の軍事的優位を世界的に維持するためである。現在の電子戦における、電子攻撃 EA、ECM、電子防護 EP、ECCM、電子戦支援 ES、ESM の3領域のうち、電子防護は、レーダー基地などにおけるソフトウェア的な対策がメインとなっている。それがゆえに、ハードウェアとしての電子戦機は、電子攻撃あるいは電子戦支援を目的として装備されることが多く、電子攻撃を重視する機体に関しては、電子対抗手段、ECM を主とする電子妨害機と、対電波放射源兵器、ARW を主とする敵防空網制圧機、SEAD が存在する。電子戦支援を重視する機体を、通称、電子偵察機と呼ばれるが、作戦指揮官のための電子戦支援だけでなく、情報活動の分野に属する通称、再次元とされる通信、電磁波、信号など、主として傍受を利用した情報活動にも運用されている。その他にも、味方のレーダーへ、意図的に妨害をかけて、訓練時の電子戦環境を演出する、電子戦訓練機も存在していて、これらの機体を自衛隊が運用しているようだ。また、電子戦機は、航空自衛隊と同様に、輸送機などの大型機を改造したものが大半であるが、戦闘機の行動に随伴できる、エスコートジャマーと呼ばれる電子戦機もある。2022年2月24日から開始されたロシアによるウクライナ侵略戦争においても、対ドローン対策などで電子戦が重要視されている中、近年においては、専任の電子戦機以外の航空機にも、必要最小限の電子戦用機器が搭載されることが多くなった。その中でも、特に、敵の弾道ミサイル発射などを早期に察知する早期警戒管制機 AWACS などは、強力な電子戦能力を備えており、その他にも、日本でいうところの P3C や P1 などの対戦哨戒機にも、電子戦支援が重要視されている。実は、それ以外の戦闘機にも、自衛用のレーダー警報受信機 RWR が代替搭載されており、ミサイル攻撃から自己防衛するための ECM 装備である電波妨害装置などにおいても、内蔵型や外装型など様々な機種となって運用されている。この度、防衛省が計画しているのは、
航空自衛隊で現有している C2 輸送機をベースとした電子戦機であり、そのための開発費として2023年の予算において83億円が計上されていた。当初のイメージ図を見返すと、機首に大きなアンテナフェアリングが取り付けられていて、 EC-1 と同じくカモノハシのようなくちばしを持つ航空機で、この C2 輸送機改良型の電子戦機に搭載される各種装置はすでに2020年から開発が始まっており、今後はそれらの実装試験が加速化していくでしょう。今のところ防衛省では C2 輸送機改良型のスタンドオフ電子戦機を4機調達する予定で、それらを配備運用する岐阜基地に新たな専門飛行隊を編成するものとみられている。スタンドオフ電子戦機の母体となる C2 輸送機は、防衛装備庁と川崎重工業が C1 輸送機の後継機種として開発を進めた機体であり、2016年6月から運用が開始されていて、現在までに14機が配備されている。その初舷は、操縦士2名、ロードマスター1名の必須乗務員のほか、補助席に2から5名と貨物室に110名を搭乗させることが可能である。すでに入間基地へと配備されている C2 輸送機の試作2号機を改良した電波情報収集型 RC2 に関しては、現在運用されている4機の YS11EB 電子測定エリント機の後継機種として、開発が逐次進められているものであり、これらには、防衛装備庁が開発している最新型の将来電子測定機搭載システム ALR-X が採用されることになっている。スタンドオフ電子戦機に関する事業として達成すべき3つの目標が掲げられており、それが、データリンク妨害技術の確立、マルチ電子戦プラットフォーム技術の確立、開発コストの低減である。これまでに防衛装備庁で進められていた技術研究関連事業の戦術データリンク妨害用送受信技術の研究、戦闘機搭載型電子妨害装置 JAL95ECM 装置、次期機上電波測定装置などがあり、これらの成果が日本の防衛に大きく貢献されるものとみて間違いないでしょう。当然これら電子戦機は国際的に見ても極めて秘匿性の高い装備品であり、防衛省が目指している性能を満たすことができる海外の先端的同等装備品が導入できるかどうかについても非常に困難であるとされており、それと同時に、電磁波領域は近年のあらゆる戦場において戦略、戦術面で最も重要視されていることも鑑みて、防衛省では自前による開発を実施することが決定された。ただし、3つの目標のうちの開発コストの低減に関して言うと、その対策として、2014年の第2次安倍改造内閣による武器輸出3原則から防衛装備移転3原則へ移行したことによって、諸外国への売り込みと軍事経済成長が図られていた。2016年に、川崎重工業では、C2 の海外輸出を目指すプロジェクトとして、営業や設計に精通するエンジニアたち約20人で構成される大型機輸出プロジェクトチームを立ち上げて、諸外国政府の需要調査などを積極的に進めており、中東のアラブ首長国連邦、UAE や西側諸国のニュージーランドなど複数の国が関心を示しているものの、その価格の高さから輸出は難しいと言われている。その中でも、政府は UAE を重要かつ大きなパートナー輸出対象国とみて、同国空軍の要人を招いて試乗させるなどのほか、同国で開催された航空ショーに C2 を派遣するなど売り込みをかけていたものの、2023年1月に UAE 政府は韓国に対して総額300億ドル日本円で約4兆5000億円にも及ぶ投資を行うことを発表し、その中に韓国の次世代輸送機 MCX 開発計画が含まれていることが明示されていた。このことをきっかけにしてUAE が調達コストの高い C2 輸送機の導入を諦め、個人的には気がかりな韓国と MCX を共同開発することでコストを下げようとしているのではないかという見方が世間では広がっている。2023年12月中旬、アメリカ海兵隊の所属で山口県の岩国基地を駐基地としている F
35ライトニング 2B 型の2機が、宮崎県の固有郡新富町に所在する航空自衛隊のニュータバル航空基地で離着陸を実施したことが報じられていた。アメリカ海兵隊所属の F-35 ライトニング 2B 型といえば、第1回目の航空母艦化改修を終えた後の出雲型ヘリコプター搭載護衛艦への離着陸テストを実施したことでも知られており、同機の日本への導入に貢献を果たしている。ただし、こうした出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用するためのテストには、協力を仰ぐために、アメリカ軍に12億円以上の費用が、技術的な支援費用として投じられており、予算化されている。そのため、今回のニュータバル航空基地へのアメリカ海兵隊所属の F-35 ライトニング 2B 型の離着陸に関しても、単なる日米での同期運用に際しての連携というだけでなく、契約としての対価を伴う行為であることは想像に難くない。そうした中で、日本の防衛省は、南西諸島方面の防衛力の強化の一環として、沖縄県のうるま市に、訓練場の整備を進めることの現地説明会を実施し、ここでも、その説明用の資料の中で、F-35 ライトニング 2B 型についての記述が確認された。その資料によれば、今年2024年度から、実機の配備が開始される航空自衛隊用の F-35 ライトニング 2B 型について、前述の宮崎県の固有郡新富町のニュータバル航空基地に、同機の飛行隊を新規に配備する計画が記述されていた。日本の航空自衛隊では、2024年2月の現時点で、この短距離離陸、垂直着陸が可能な F-35 ライトニング 2B 型を合計で42機、通常の滑走路で運用される空軍型の同 A 型を、105機の総合計で、147機の調達を計画している。日本を含むアメリカの軍事同盟締結国、並びに、友好国が物理的に入手可能な、いわゆる第5世代戦闘機は、これら、ロッキード・マーチン社製の F-35 ライトニング2に限定されるため、採用国は、増加の一途をたどっている。そんな状況下、今回の防衛省の資料によれば、航空自衛隊が調達する F-35 ライトニング 2B 型は、宮崎県の固有郡新富町のニュータバル航空基地に2個飛行隊を新設して駐機させる計画であると記述されている状況だ。現時点での故障としては、宮崎県の固有郡新富町のニュータバル航空基地に配備される F-35 ライトニング 2B 型の飛行隊は、仮の名称として、臨時 F-35B 飛行隊とされているが、新設される2個飛行隊に42機全機を組み込む模様である。いよいよ、今年2024年度から、宮崎県の固有郡新富町のニュータバル航空基地に配備される予定の F-35 ライトニング 2B 型だが、防衛予算上では、2020年度分から計上が行われており、すでに、今年で5年目を迎える計算である。まず、航空自衛隊のこれまでの F-35 ライトニング 2B 型の取得予算の計上は、初年の2020年度が、6機を793億円、1機平均約132億円、2021年度が、2機を259億円、1機平均約130億円、2022年度が、4機を、510億円、1機平均約127億円、となっていた。同様に続く2023年度が、これまでで、最大の8機を、1435億円、1機約180億円、そして今年度の2024年度分が、7機で、1256億円、1機平均約180億円、となっており、この5年分の累計で、27機が、4253億円、1機平均157億円、で計上されている。さすがに F-35 ライトニング 2B 型は、同機のシリーズの中でも、短距離離陸、垂直着陸が可能という特殊な機構を備えることから、調達単価も高額で、通常の滑走路で運用される空軍型の A 型に比しても、2割以上は高価だと感じられる。そうした特異な特徴を備えた F-35 ライトニング 2B 型だけに、導入国は、本国のアメリカと日本以外には、現時点では、イギリス、イタリア、
シンガポールといったごく少数の国々に限定されており、韓国が続く可能性がある程度であろう。日本では前述したように、この F-35 ライトニング 2B 型は、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦に航空母艦化改装を施して艦載機として運用する計画であるが、シンガポールを除けば、すべての国が、そうした運用を行っている。アメリカであれば、海軍が保有する強襲揚陸艦の艦載機の一部として運用されており、現時点では、ワスプ級7隻、アメリカ級2隻の合計9隻の同艦の艦載機として、同様の用途の全モデルとも言うべく、機影 V-8B ハリアー2との併用が、今しばらく継続される予定だ。アメリカ軍でも、これらワスプ級やアメリカ級の強襲揚陸艦そのものは、海軍が保有、運用を行っており、艦載機である F-35 ライトニング 2B 型は海兵隊の所属であり、以前より、この2組織による共同運用が行われている。イギリスの場合、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とするのは、2隻が就役しているクイーン・エリザベス級航空母艦であり、こちらもまた、艦艇は海軍が、艦載機は空軍が運用するという体制を敷いている状況である。イタリアでは、軽空母であるカブールが F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用しているが、こちらは、現時点では、世界で、唯一、艦艇、航空機ともに、海軍の所属で運用されており、今後は、2024年に、就役の強襲揚陸艦のトリエステでも運用される可能性がある。F-35 ライトニング 2B 型の採用国で、最も異例な存在と言えるのがシンガポールであり、もともとは、現行の F-16C-D を代替する目的で、2019年に、A 型の調達が計画されていたが、翌2020年には、これを B 型に変更することとなった。シンガポールは、航空母艦や強襲揚陸艦等は保有、運用していないが、強小な国土ゆえに短距離離陸、垂直着陸が可能な F-35 ライトニング 2B 型を陸上から運用することで、航空戦力の柔軟な展開を目指す狙いがあると目されている。このシンガポールにおける F-35 ライトニング 2B の運用のコンセプトは、同様に国土が強小であり、さらに、周囲を、敵国やイスラム武装組織に囲まれたイスラエルでも検討されているとされ、今後実施される可能性もありそうだ。イスラエルは、2023年10月以降、パレスチナのガザ地区におけるイスラム武装勢力のハマスの殲滅に乗り出しているが、今回のようなそれらの武装組織からのロケット弾頭による攻撃を見るに、F-35 ライトニング 2B 型の調達が現実味を帯びるかもしれない。キレでなくとも、イスラエルは今回の事態に遭遇し、A 型の自国専用バージョンである F-35I を実戦投入しており、言い方は悪いが、アメリカからしてみれば、その実力と効果を試す格好の機会と捉えている感も拭えない。さて、日本の航空自衛隊の F-35 ライトニング 2B 型の運用の件に話を戻せば、配属先となる宮崎県の固有郡新富町のニュータバル航空基地は、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の2番艦加賀の母港である広島のクレーのアクセスにも優れた立地だろう。また現在進行形で開発が進む鹿児島県の馬毛島とも、四国の間にあるといえ、南西諸島方面の防衛の強化に向けては、非常に適切な配備先と言えるのではないかと個人的には考えている。日本国内の一部からは、今後、航空自衛隊への F-35 ライトニング 2B 型の配備が、今年2024年度から開始されるにあたって、いずれは、航空母艦化改修を終えた出雲型を運用する海上自衛隊に所属が移管される可能性を指摘する声も聞かれる。しかし、これまでにも紹介してきたように、イタリアの例を除けば、本国のアメリカ、イギリスともに、艦艇と航空機は、軍内部の別組織の所属で実施されており、日本も、同様の手法を取ることに、大きな問題が生じるとは考えにくいだろう。
尖閣諸島をめぐる日本と中国の緊張も高まっており、中国海警局の船舶が常態化した形で侵入、海上自衛隊も航空機から監視境界乗り出したとの情報をキャッチしました。今回は尖閣警護強化で海上保安庁が海強に負けてはならないわけを詳しく見ていきます。日本は実効支配で強化するべきとの声が多くあります。増税メガネは以外に動き出すかもしれない。2024年に入ってから早くも1ヶ月が経過。2022年2月から続くロシア・ウクライナ戦争、2023年10月から開始されたイスラエル軍によるパレスチナ・ガザ地区を中心とする武装組織ハマスとの戦闘など国際的な緊張状態が続いている。ガザ地区におけるイスラエル軍の軍事行動はイスラム武装組織ハマスの殲滅を目指す掃討戦の様相を呈しているが、中東全体の不安定化に飛び火し、アメリカやイギリスがイスラム武装組織の拠点を空爆するなど拡大の兆しを見せている。かたやロシア・ウクライナ戦争ではロシア軍が東部を中心にじわじわと、しかし確実に支配地域の拡大を進めており、ウクライナ側にとっては何とか防衛線を構築して侵食を防ぐしかないという劣勢な状況に追い込まれた感が拭えない。こうした世界的な紛争の激化の陰に隠れる形ではあるが、日本と中国との間では尖閣諸島をめぐる情勢が一段と緊迫化しており、いかにして中国側のこれ以上の浸透を食い止めるのかという問題に直面している。この2024年2月8日には、尖閣諸島の沖合の排他的経済水域において、中国海警備局所属の船舶が近年の通例ともいえる4隻1セットで航行していることが、警備に当たっている海上保安庁の第11管区海所保安本部の報告で判明した。このような尖閣諸島周辺海域における中国海警局の船舶の侵入はもはや常態化されてしまっているが、昨年2023年はこうした中国側の公船の出没は過去最多の352日を記録、ほぼ毎日のように行われていることが浮き彫りとなった。こうした中国海警局の船舶の行動は昨年2023年11月末に同国トップの習近平主席が尖閣諸島の所在する東シナ海を管轄エリアとする同局司令部を訪問、直接的に対応強化の指示を与えたことが大きいとめされている。ここでは尖閣諸島を中国の領有だと対外的に示すための方策として中国海警局の船舶を恒常的に周辺海域へ派遣すること、周辺海域で漁業を行う日本の漁船に対する排除行動を強化することが打ち出されたことが確認されている。日本側としては、尖閣諸島は自国の固有の領土であるという立場を崩してはいないが、中国側はなし崩し的にその領有を既成事実化する行いを強化しているといえ、中国海警局の船舶を用いた実力行使を推進しているといえよう。こうした尖閣諸島周辺海域における中国政府の政治的な意向を反映した中国海警局の船舶の行動は、2012年に日本政府が同諸島の一部を国有化して以後年々激しさを増しているが、さらにエスカレートする事態も発生している。それは今年2024年に入って以後、中国海警局の船舶が尖閣諸島周辺の日本の領空内を飛行する海上自衛隊の航空機への対処も開始したという事実であり、自国領への領空侵犯の防止のため無線通信による警告を発し始めたというものだ。これまでは尖閣諸島周辺海域内の日本の領空について中国海軍の一部の艦艇が海上自衛隊の航空機に向けて同様の警告を発した事例はあったが、中国海警局の船舶がこうした行動を起こしたのは今年が初めてのことである。こうした中国海警局の船舶からの無線を通じた海上自衛隊の航空機への警告は明らかに従来以上に尖閣諸島の領有化を既成事実化しようと中国政府が企図していることの表れであり、対応のレベルを引き上げたと解釈すべき事態である。日本政府としては、
こうした中国側、中国海警局の船舶の行動を決して容認できないとの姿勢を示し、その意図を外交を通して抗議として申し入れは行ったものの、公的に対外的な発表などは未だ自粛している形である。中国政府側のこうした行動は、南シナ海におけるスプラトリー諸島などにおいても、台湾、ベトナム、フィリピン、マレーシア、ブルネイ島の周辺国との間で繰り返されてきた手法と酷似していると見るべきだろう。中国政府は、急激に発展を遂げた経済力と、それに裏打ちされた軍事力を背景に、実に、南シナ海の8割もの海域やそこに点在する島々や干渉を、自国領だと一方的に主張しており、その支配の確立を着々と進めてている。こうした中国側の一方的な主張に対抗するべく、フィリピンは、オランダのハーグにある常設仲裁裁判所に訴えを起こし、2016年7月には、同所から、中国側の主張には、国際法上の法的根拠はなく、国際法違反だとの見解が示された。しかし、中国政府側は、こうした常設仲裁裁判所の下した裁決について、何ら拘束力を伴わない無効なものであると一方的に宣言し、従って中国はその内容を受け入れず、認めずとする声明を発して、実効支配を粛々と進めている。この例からも明らかなように、現在の国際法は何ら強制力を伴うものではなく、いわば紳士協定にも近しいものであり、大国が自身の考えを曲げるような結果となることは、非常に残念ながら期待できないものとなっている。そうした現実があるからこそ、アメリカ海軍は、南シナ海においても、航行の自由作戦と呼ぶ自軍艦艇の通行を不定期に実施して、中国側の動きを牽制しており、中国の領有既成事実化を妨害する行動を見せている。第二次世界大戦後に、今の国際連合が設置され、その建前上は、武力行使による現状変更は許されないとする意見が存在はするものの、その賛同者は多くの場合、いわゆる西側に近い国々に限定され、強制力は持ち合わせていない。もっと言うならば、2003年にアメリカやイギリスを中心として行われたイラク戦争においても、国連決議としては、その実施を容認してはおらず、ロシアや中国等の国々にとって、自国の在り方を正当化する言い訳にすら使用されている感が強い。残念ながら、このイラク戦争におけるアメリカ・イギリスの行動は、確かに開戦理由とされた大量破壊兵器の保有をイラクが実際には行っていなかったことからも、戦後は多くの西側の人々からも、誤情報に基づく誤った行動だったと考えられている。この自責が今の中国やロシアの在り方について、アメリカをはじめとする西側諸国にも大きな誤謬があり、彼らに自国の主張を正当化させる一因となっていることは非常に由々しき事態だと認識しておく必要があるだろう。翻って尖閣諸島をめぐる日本と中国との間の対立についてであるが、最前線で対峙する前者の海上保安庁と後者の中国海警局とでは、すでに保有する船舶数で、日本は半数以下と劣勢で、残念ながら、その差は今後も拡大すると思われる。また、中国海警局の船舶が、中国海軍の艦艇の譲渡を受けて、実に 76mm もの口径の主砲をそのまま搭載する船舶すらあることに比して、海上保安庁の船舶は、最大でも 30mm から 40mm の機関砲の搭載に止まり、単純な火力での対抗はもはや期待できない。そもそも、太平洋戦争後に韓国に実効支配されてしまった竹島や、ロシアに同様に占拠された北方四島の例を引くまでもなく、一度他国に武力占拠されてしまえば、今の日本に、それを実力で奪還する行動を起こすことは困難だろう。したがって、尖閣諸島についても中国側に実効支配させないように事前の対処をしておくしか方策はなく、一時的に中国側を刺激するかもしれないが、公的機関が常駐する設備を設けておく必要があるのではないかと個人的には感じてしまう。尖閣諸島の問題は、勝手の日本が田中政権時代に
中国側の談笑兵との間で棚上げをしてきた政治問題のツケがここに来て浮上した形だが、今一度政治の明確な対応が求められる段階に来たと言うべきなのだろう。2021年4月2日、尖閣諸島周辺の日本領海に中国海警局所属の2隻の公船が侵入し、約26時間経過した翌3日に、やっと同海域を出て行ったという事案がありました。中国艦船は、長時間にわたって、日本の領海侵犯を行い続けていたというわけです。この2隻の中国海警局公船は、尖閣諸島周辺海域で操業していた、日本漁船に接近しようとする動きを見せていたようです。そのため、海上保安庁艦艇が監視を続け、中国側に何度も退去警告を行っていたそうです。3月29日、中国海警局公船2隻が、尖閣諸島周辺海域へ領海侵犯を行っています。この時も、2隻の日本漁船に接近する素振りを見せたため、海上保安庁艦艇が阻止しているのです。尖閣諸島周辺の日本領海内への中国海警局の公船の侵入行為が頻発しています。理由としては、尖閣諸島は自国の領土だと一方的に主張する中国が、既成事実化を狙った行動という見方が大勢を占めています。特に、2021年2月より、中国海警局法が改定施行されたことが大きいと思われます。その内容は、中国側が必要と判断した場合、武器使用の基準が引き下げられたということで、実力行使を後押ししようというかのようで、油断できません。また、ここにから3年の間、中国国内法によって増えている状況があります。それは、尖閣諸島周辺海域に進出してくる中国公船が、水上、及び、対空レーダーを切ったまま航行して侵入し、同海域到着時に、オンにするという運用を行っているというのです。こうした動きは、自衛隊やアメリカ軍等に対し、中国側艦艇が、尖閣諸島海域へ出入りする動きを把握させない目的があると考えられます。つまり、より悪意のある行動と見さされています。水上、及び、対空レーダーを稼働させずに、中国艦艇が航行するということは、尖閣諸島周辺海域で、日本漁船などの他の艦艇と衝突する危険性が高まることを意味しているはずです。それに加えて、中国側の一部の艦艇は、日本の艦艇用の民生用レーダーを搭載しているので、わざとこれを稼働させることによって、自分たちが中国公船であることを隠そうとする意図があると考えられているのです。とはいえ、個人的には、このようなアナログな手法で、自衛隊やアメリカ軍のレーダー網から逃れようというのは、相当無理があるようにも思えますし、そういった撹乱をしていることをわざと見せつけることが狙いのようにも見受けられます。また、尖閣諸島海域での活動とは別に、中国海軍の航空母艦遼寧を中核とする艦隊が、4月3日、沖縄と宮古島の間の海域を抜けて、太平洋に進出しており、総数は6隻に及んだということです。この遼寧は、中国海軍の練習用空母という位置づけですが、今回は、日本領海や接続水域への侵犯は、ありませんでした。ちなみに、この艦艇が同じルートで航行したのは、ちょうど1年前の2020年4月だったことを覚えている方もいらっしゃるでしょう。2020年は、アメリカ海軍の原子力航空母艦で、乗組員に、新型コロナウイルスの罹患者が発生し、隔離することになりました。
不測の事態で一時的とはいえ、太平洋地域で活動可能なアメリカの空母は、一隻もないという異常事態が発生したのです。そのため、いつもは、アメリカの空母打撃群を警戒している中国海軍が、鬼の居る間とばかり、自国の遼寧を、これ、見よが、死に、太平洋方面に展開させ、当時も大きく報道されたというわけでした。最近の中国は、一時中断と伝えられていた、新型航空母艦の建造を再開しています。新型は、この、遼寧や続く3頭と異なり、電磁式カタパルトを装備した固定翼機運用型になると見られています。さらにその後に続く艦艇では、技術的な困難が伝えられていた原子力推進型の実用化も進めている模様で、中国が目標としている航空母艦6隻体制の構築を確実に進めてきていることが確認されているのです。こうした中国海軍の増強に対し、2021年4月8日には、アメリカの上院の外交委員会が、戦略的競争法と訳される法案を示し、軍備拡張を続ける中国への新しい対処方法を打ち出したものになりました。この戦略的競争法は、アメリカ上院の超党派から提示されたものです。日本や韓国との同盟を基軸として、安全保障のみならず、経済的な協力関係を堅持することが述べられており、注目を集めています。その中には、日本にとって、心強い文言があったようです。中国の脅威にさらされている、尖閣諸島について、日米安全保障条約に定められた第5条の適用対象であることが、明文化されているのです。これは、極めて重要な意味を持つ内容と言えましょう。2021年1月に誕生したバイデン新政権は、対中国強硬派だった前トランプ政権時代よりも、中国寄りの政策を採用するのではと見られていましたが、今回の動きは、若干の安堵感を覚えるものだったようです。しかし、こうしたアメリカの動きを見逃す中国ではありません。中国政府はこの戦略的競争法に強硬に反対する姿勢を早々と表明しています。この法は中国のウイグル問題にも踏み込んでいるので主権侵害と激しく主張しているのです。尖閣諸島に関しては、日本の主権侵害ですけどね。南シナ海の領有権も、一向に譲歩する姿勢は、感じられない中国は、2021年は、尖閣諸島に対する圧力をさらに強めてくることは、間違いないと思われます。日本の領土である尖閣諸島沖海域で、中国海警局の動きが活発化している。中国の艦艇は、交代時に、レーダーをオフにしており、日本政府の対応に疑問が呈されている。中国海警局の公船が、尖閣諸島周辺海域に侵入し、日本漁船に接近する動きが、頻繁に起こっている。中国は、尖閣諸島を、自国の領土と主張し、既成事実化を図っていると見られている。中国海警局の公船は、侵入時にレーダーをオフにし、衝突の危険性を高めていると考えられている。中国海軍も航空母艦を展開し、増強を進めている。これに対し、アメリカは中国に対する、新たな対処方法を打ち出している。日米安保条約により、尖閣諸島が適用対象とされており、日本にとって重要な意味を持つ。中国はアメリカの動きに反対し、南シナ海の領有権問題でも圧力を強めてくる見込み。